谷首古墳は奈良県桜井市安部にある古墳。形状は宝墳。奈良県指定史跡に指定されている。奈良盆地南部寺川砂岩の安部丘陵聖編に築造された古墳である。現在は墳丘上に八幡神社が鎮座し、社殿造営に伴い墳丘はやや作兵を受けている。古くから開港して洞窟にあっているほか、これまでに発掘調査は実施されていない。 墳景は、方形で、墳球各辺は、正方位を取り、東西約35メートル、南北約38メートル、高さ約8.2メートルを測る。主体部の埋葬施設は、両袖式の横穴式石室で、巨石を用いた大型石室であり、南方向に開口する。出土品としては、若干の正規辺と業界岩の再辺がある。 この谷首古墳は古墳時代終末期の7世紀初頭引く前半頃の築造と推定される。安倍丘陵では巨石墳として本古墳の他にも草墓古墳、文神院西古墳などが知られるほか、周辺の遺跡では大型建物跡も検出されており、古代氏族の安倍氏との関係性が指摘される。特に本古墳は安倍丘陵では最初の巨石墳であり、 その講師に位置づけられる。古墳域は1958年に奈良県指定史跡に指定されている。石室原室主体部の埋葬施設としては、両袖式横穴式石室が構築されており、南方向に開口する。袖は東側が非常に短い形態をとる。石室の規模は次の通り。石室は花崗岩の巨石を使用した極めて規模の大きいものである。 壁面は、原質では、奥壁二段積み、側壁三段積みであり、沿道では一段積みである。原質はやや持ち送って積み上げられる。また天井石は、原質で二国、沿道で四国から構成される。石室内には、粒手式が認められる。また業界岩の再編が検出されていることから、石管の使用が推測される。ありがとうございます。